吉川十吉から1915年12月27日は、旧、岩国藩主吉川家の一族。外務官僚、貴族院男爵議員。父は、吉川常元。兄は、最後の岩国藩主、吉川常武。爵位は男爵。妻は、大須藩最後の藩主、加藤安明の娘、須賀子。子は、男子が吉川元光と、 吉川茂国。娘たちは、原田熊を和田ロ六、四子分六についでいる。安政六年十二月、吉川常元の三男として、岩国横山の線、鳥屋型で生まれる。文久三年には、名目的ではあるが、このなかった、毛利高近の養子となる。1871年に、岩倉施設団に同行して、アメリカへの留学を果たす。 同行者は、岩倉智美、木戸孝義、大久保利道、伊藤博文、山口直義、佐々木高之、山田昭義、田中光明、田中藤丸など、当時の要人のほか、旧、大名家、公家の指定としては他に、岩倉智綱、大久保彦の新、牧野信明、山形伊三郎等が参加。鍋島直弘、前田利次前田道、 黒田長近、鳥居忠文、大村純喜、毛利元俊等もいた。重吉の従者として、岩国藩士の子での地に、ペルーの日本人移民事業の立役者となった田中定吉から1905年が同行した。1883年、留学先のハーバード大学を卒業。帰国後に、井上るの強い勧めもあり、外務省に入省。 更新局に配属される。1886年には、ベルリン公使館に当初期間となり、西恩寺金持ちに従って、ドイツへ赴任。その後、外務省を退職し、ドイツハイデルベルヒ大学へ留学するも、兄の吉川常武補佐のために、中途で帰国。1891年11月21日に、家族になり、男爵に除任された、翌年には、 最後の大須藩主、加藤康明の娘、スカ子と結婚する。1893年6月21日、貴族院議員に補欠選挙で当選し、亡くなるまで在職した。1910年に建築家のジェームズ・ガーディナーによって、自宅を建築。1915年に、南洋協会の設立に参加、副会頭となったが、同年末に死去した。 去年56、死後、その遺志によって、岩国長古館が建設されるに至った。墓所は、谷中霊園にある。松影神社に、十吉が寄贈した石道路が残っている。また、谷中霊園の墓所には、アメリカハーバード大学寄贈の石道路がある。ありがとうございます。